じゃあ国政政党なんだから当然例えば公共放送と言われる NHK はもしも政党間で何かしらの議論みたいなものがテレビでえあるならばその場に読んで議論に参加させるべきだと私は思うんですねでもなかなかそうはならない小さい政党とかそんなみんな読んだら数が多すぎても議論が大変になるじゃないですかみたいなことなんですけどでもとんでもない たった一人で政党という状態にあった人たちも過去にはコンスタントにテレビに出てましたこれ安倍さんのお友達で新井さんって方だったんですけどねあれ新党何やったっけ新党改革あごめんなさいちょっと名前どう忘れちゃいましたけどだからその状況その状況で出すか出さないかってことを勝手に決めていってるわけですねもちろん誰を出して出さないかとかどんな番組にするかっていうのはこれは究極はテレビ局側に その意思決定はあるのは当然なんですけど、少なくとも公共放送ってことで、何かしらの線引きをどんどん変えていくっていうのは、ちょっと私、フェアじゃないなと思うんですね。で、結果、2019年の選挙で2%を取った私たち、2議席しかないけれども、国政政党、他にも例えば社民党、他にも、えっと、あの透明よく変わるとこ、どこや、N 党、ごめんなさいね、ルで知らないんで。 でまあそういった生徒たちはスタジオには呼ばれることなく VTR で出演みたいな発言時間1分でお願いしますとかそういうような世界だったってことですで今回5人になったのでどうだと2%以上しかも5人これ両方要件満たしてるでしょどうなんですかってことなんですけどまだ呼ばれてないですこのまま呼ばないかもしれませんおかしいですね 多分ルールーまた変えるんですよね、10人以上とか、多分ね <laughs>、自由自在だなっていう、まあ、ある意味で、この公平公正、多くの方々に対してしっかりと情報を提供していく、しかも多くの有権者たちが関わった選挙というものを通して、国政政党である、その者たち、しっかりとどういう政策を持ってて、この国をどうしたいのかという議論の場に呼ばないっていうのは、ちょっとありえない話ですよね。